うも皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら？本日もファンダム様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルを紹介するのかしら？今回ご紹介するのはレベル988マグマケイブスです。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。まずはレベル988の基本情報です。レベル988のサバイバル難易度のクラスは4です。環境は安全ではなく、電気機はかなりの数存在しています。あと今回の情報は、ファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル988は、多数の不鉄質火山岩からなる連続した丘陵です。このレベルの空は灰色の布に覆われているようで、波乱と無力感を表しています。灰色の刺激的な煙は、ひび割れ焦げた黒い土地から絶えず放出され、一年中、水と溶けた洞窟で表面を覆い、レベル全体を絶対地獄にして、すべての生き物に悲しみ、恐怖、絶望の終わりなき感覚を与えています。この終わりのない地獄では、地表だろうと洞窟だろうと、その下に隠されているのは溶岩です。溶岩は赤い線のように流れ落ち、成虫のように大気を犯し、冷えた火山岩でできた洞窟に絡みつき、熱い黒い泥の上を渦巻いて泡を発生させます。まるで地獄ね。洞窟全体が赤く光り、中に入ると二度と戻れない悪魔の深淵のようです。火山と溶岩の流れが合わさってできたガスが、密集した洞窟の内外に散らばって谷間に響き渡り、生き物への濃い悪意を黒煙に吹き込んで遠くまで飛散させます。散在する死の沼は黒煙に包まれ、赤いマグマが絶えず地面から滲み出し、灰色の泥と絡み合って、まるでシチュー鍋のような様相を呈しています。生えている植物も枯れるという呪いに侵食され、沼の中の石灰石に根を張り、その下のマグマを貪欲に吸っています。雑草が生い茂り、本来は希望の象徴である緑の草や柔らかな木々が、底なしの絶望に汚染されているわけですね。このレベルでは、沼や洞窟の中を歩いていると、道に迷ったり、ノークリップでエリア外に出てしまうことがよくあります。また、道の空間の歪みや磁界干渉がある場合があり、携帯電話やコンパスなど、ネットワーク通信や測位を行うデバイスが正常に動作しないことが多くなります。一般に、レベル988は常に多くの塩基系を有しています。丘陵地は塩基系数が少ないので常に安全ですね。カルスト洞窟や沼のように光や泥で探索が制限されることも少ないですからね。他に現れるのは、わずかなスキンスティーラーやフェイスリングだけと報告されています。ただ、避けることをお勧めします。丘の上の薄い霧が視界を遮る可能性はごくわずかです。必要であれば、懐中電灯やサーチライトなどの装備を常時携帯してください。丘と違い、カルスト地形の洞窟は危険度が高く、デスモスやデスハンズが出現することがあります。洞窟内は非常に暗く、危険な状態となります。また、洞窟内は酸素が薄いため、松明などの酸素を消費する道具を照明に使うことはお勧めできません。丘の上を探索するように懐中電灯やサーチライトを使用するのがベストでしょう。沼地は最も危険な地形です。無数のハウンド、インサニティーズ、イグナイターズが沼の泥の中に集団で出現します。泥地なので、マグマや泥に足を踏み入れて動けなくなる可能性があります。極めて濃い黒煙のため、地形の視認性が極端に悪くなります。結論から言うと、何が何でも沼に入らないようにしましょう。もし、湿地帯に遭遇したら、時間内に出発し、一刻も早く脱出しましょう。そうそう、レベル988のカルスト洞窟では、配管電池や医療用包帯、使用済みの電線やガスマスクなど、便利な物資がよく見つかります。丘の上には、銃や弾丸などがいくつか置かれています。時には、利用可能か不可能かを問わず、複数の無線通信機器が丘の上の泥の山に埋もれていることもあります。また、アーモンドウォーター、や、アーモンドケーキ、など、沼に出現する食べ物もあります。沼に、食べたらヤバそう。その通りでして、なぜこのようなものが登場するのかは今のところ不明ですが、食品は有毒ガスや粉塵に汚染されている可能性があって、食後にめまいや下痢、ひどくなるとより重い症状が現れることがあるため、一般的には摂取を推奨していません。このレベルの記事には MEG が調査する際の注意点をまとめてくれています。こんな感じです。簡単にまとめますと、丘は安全だけど洞窟や沼地は危険。暗闇や濃霧の場合は、懐中電灯などを忘れずに、沼地と毒霧にはガスマスクが必須。中毒症状が出たらすぐにアーモンドウォーターを摂取し、すぐにレベルを離れること。水源は漏れなく汚染されているので、アーモンドウォーターをお忘れなく。水源の水を飲むと下痢などの症状を引き起こし、脱水症状に陥るよ。ってなわけです。確かに危険なレベルだけれど、対策もしっかり準備してあるからこれを参考に生き延びましょうね。普段はこんなマニュアルは用意しないんですが、ある理由でこのマニュアルが貼ってあるんですよ。ではその他情報です。まず塩基系です。
場所によって出現する個体が異なります。レベル988の適正塩基系の多くは、基本的にカルスト洞窟地形や、沼地地形に出現し、丘陵地では比較的安全に出現します。他には、スキンスティラー、や、フェイスリング、が数体出現、洞窟では、デスモス、や、デスハンド、が出現することがあり、沼地では、ハウンド、インサミティ、イグナイタ、が集団で大量に出現します。次に全焼基地です。全焼基地ですが公式の全焼基地は2つです。非常に危険であり、ネットワークや測位システムも機能しないレベルですが、希少価値のある資源があるため、一部の組織はレベル988に進出しています。一つ目は溶岩レスキュー隊です。このレベルで立ち往生している放浪者たちを助け、敵対する塩基系を排除するために最善を尽くす武装した救助隊です。メンバーは約36人で、友好的で取引も可能です。二つ目は、マグマの洞窟、最終ポイントです。メンバーは52名弱で MEG がレベル988の自然を研究し、そこに散在する銃や弾薬などの資源を収集するために設立した基地です。コロニーが収集した資源は無条件で MEG に譲渡され、他の組織や放浪者との交易はできません。だからしっかりとしたマニュアルがあるわけね。最後に出入り口です。まずは入り口です。レベル9の森にあるプールに触れると、最小限の確率でこのレベルに行くことができる。レベル301で、沢の毒水を飲んで気絶すると、高確率でこのレベルに到達する。レベル224の迷路で2時間経過すると、このレベルに転送される。レベル664のプール付近で寝てしまうことで来ることができます。最後に出口です。丘陵地帯を2時間ほど進むと、煙に包まれ、レベル224に、カルスト地形の洞窟を進むと、ごくわずかな確率で、レベル301、2のをクリックする。地帯を歩いていると、稀に常緑樹に遭遇し、手で触れると、レベル9に戻されます。というわけで、レベル988の解説でした。環境は地獄だけれど、それに見合った報酬もあるのか。有効活用できるのは大規模組織だけでしょうけれど。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。